今日の水はこんなもんか。こぼすんじゃねえぞ。なあ、たくみ、二人で共同で8億買わねえか？二人のバイト代合わせればローン払えるだろ？なんでそこまで無理して車欲しいんだよ。やだよ、俺五木んちだって車ぐらいあるだろうが。それ借りれば。分かってねえな。峠に行って楽しい車じゃなきゃ車の意味がねえだろ。何すんだよ、峠に行って。決まってんだろ、攻めるんだよコーナーを。楽しいんか、そんなことして。はぁ、楽しいに決まってんじゃん。やったことねえけど、男のくせに峠を攻めてみたいと思わねえのかよ。俺もう飽きてるんだよな、そういうの。なんだよそれ、どういう意味だよ。お互い先月免許取ったばっかしだろ。ありがとうございました。なあ、たくみ、さっきの話の続きだけどさ、買おうぜ86。ほう、お前ら86狙ってんのか。いい趣味してるぞ。でしょでしょ、池谷先輩もそう思いますよね。86買ったら先輩のチームに入れてもらえます。ずっと憧れてたんですよ俺、アキナスピードスターズに。俺実はよく知らねえんだよ86って。86は昔のトヨタの車だよ。ねえかな、モデルチェンジして急にが出たのがお前らがまだ小学校の低学年ぐらいの頃だもんな。そんな古いのか、あんまりイメージが良くねえな。うちにも商売で使ってる古いトヨタの車があるから。そんなのと一緒にすんなよ。古くたって86だけは別だよ。
先失礼します。池谷先輩。おう、8時にバス停で拾ってやるから。また走りに行くのか。好きだなお前らも。どこ行くんだ山は。店長、この辺りで走るって言ったら明菜さんしかないでしょう。うちのチームは一応明菜最速を宣言してるんですよ。ゴロゴロいるぞ、自称明菜最速って言ってるやつは。俺がまだ現役で走ってた頃は自他ともに認める明菜最速の走り屋がいたんだよな。まさか店長、それは俺のことだとかいうオチじゃないでしょうね。違うよバカ、本当にいたんだ伝説の走り屋が。しかもそいつは今でも現役で走ってるんだぞ、明菜さんを。今でも？俺明菜の走りは大概知ってるけど、そんな年食ったやついませんけどね。お前らとは走る時間帯がずれてるだけさ。そいつは今は豆腐屋の親父だからな。朝の4時とかそんな時間に豆腐を車に乗せてホテル街に降ろしに行くんだ。なんせ商売だから雨が降ろうが雪が降ろうが毎日走るんだ。年季が違うよ。1000万かけてもいいや。明菜さんの下り最速は豆腐屋の86だ。
った。しまった。峠の走り屋たちの走りを見に行くことになった匠と樹。初めて走り屋の車に乗り、感動する樹と怖がる匠だったが、突如としてよそのチームが押し寄せる。それは赤城山で最速と言われる赤城レッドサンズだった。バトルの挑戦をしに秋名へやってきたのだ。レッドサンズの中でも最速を誇るロータリーの高橋兄弟を前にして切り立つアキナスピードスターズのメンバーだったが、あまりの速さに言葉を失ってしまう。走り慣れたホームコースでちぎられ、ショックを受けるスピードスターズ。地元の意地にかけても逃げ出すわけにはいかない。だがこのままでは勝てる見込みはない。不安に包まれるアキナの山をよそに、高橋兄弟の弟レッドサンズの高橋圭介は交流戦に向けて朝近くまで走り込んでいた。ずいぶん走り込んだな。俺もガスねえや。何時だ今？もうすぐ4時ですよ。よっしゃ、ぼちぼち引き上げだ。本気で飛ばすとついてこれないだろ。まだまだだな、あいつらも。一度行け。どっちだ？違う。うちのチームの車じゃない。何者だ？暗くて車種までは分かんないな。MR2 か、180。でかい車じゃなさそうだ。上等じゃねえか。コーナー2個も抜けりゃバックミラーから消してみせるぜ。軽くひねる。そんな詰まってる。やつが近づいてる。好きにさせるかよ。だけさ、
遠慮はしねえぜ。二度とバックミラーに映ることはねえ。がっかりさせんな。ついてこいよ。本気だっただけさ。がっかりさせんな。ついてこいよ。うちのチームの車じゃない。何者だ。そんな詰まってるか。奴の車が近づいてる。軽くひねってやるぜ。振り切れない。悪い夢でも見てんだ。そんな詰まってる。奴の車が近づいてる。遠慮はしねえぜ。二度とバックミラーに映ることはねえ。ちっと本気出しただけさ。オーナー2個も抜けねえや。バックミラーから近づいて。好きにさせるかよ。振り切れない。悪い夢でも見てんのか。がっかりさせんな。ついてこいよ。遠慮はしねえぜ。二度とバックミラーに映ることはねえ。本気だっただけさ。がっかりさせんな。ついてこいよ。本気だっただけさ。
記録だと？ふざけんな！スピードが乗りすぎてる。立て直して減速するスペースはない。よっしゃ！好きにさせるかよ。待ってな、奴の車が近づいてる。何？何？発生ドリフト。こいつ先を知らないのか。減速して入らないか。水越え真っ逆さまだぞ。死んだ走り屋の幽霊でも見たのか。俺のプライドズタズタだぜ。峠仕様の最新型 FD で10年前のボロ86に負けた。あの86何者だ。アキナで謎の86に敗れ、プライドを傷つけられた高橋圭介だったが、リベンジに燃え、猛然とアキナの山を走り込む。立ち寄ったガソリンスタンドで、何も知らない池谷に語気を荒げる圭介。この前負けたのは、コースに対する熟練度の差と、俺の油断だ。俺は同じ相手に二度は負けねえってな。アキナの86、アキナさん下り最速の伝説の走り、藁にもすがる思いで、その走り屋がいるという豆腐屋へ足を運ぶ池谷だ。お願いします。アキナにだって本当に実力のある走り屋はいるってことを見せてください。今さら俺みたいな親父が出張っても場違いってもんだろう。それはお前ら若い者同士でどうにかしなきゃいけない問題だぞ。そしてその夜、無謀な走り込みがたたり大破する S13。 負傷した池谷を見て文太の心が揺らぐ。今度の日曜どう？たくみくんその日暇？そんな中、同級生の茂木夏樹とデートすることになったたくみは、父である文太に86を貸してくれるよう頼む。どうしてもって言うなら考えてやってもいいぞ。本当かよ。ただし条件がある。土曜の夜、あの車で赤城最速とか言ってやがるふかしたガキを軽くひねってくれ。アキナの下りでだ。この夜こそ、後に走り屋たちの伝説となるアキナの86の公式に確認された最初の対策となるのだ。どういうことだ？親父さんはどうした？俺はただ親父にアキナの下りで RX7 に勝ってこいって言われただけだ。他には何も言われてないですよ。なんだって？お前が運転するのか？もしかしてアキナ湖への興味の配達は親父さんだけじゃなくてお前もやってるんじゃ。今は俺だけですよ。5年前やっと飲み込めたぜ。うん、左のアタックはお前に任せた。若いな。名前は藤原拓海。覚えとくぜ。俺は高橋圭介だ。
あれやるか。なんてこった。逃がさねえぞ。絶対追いつく。ちっと本気出しただけさ。くそ、えらく煽られてる気がするぜ。しょうがねえ、あれやるか。ここらからヤバいゾーンに突っ込んでるぜ。どこまでついてこれる。バカが、タコ突っ張りしやがって。手強いぜ兄貴、どうすっかな。僕が近づいてる。そんなはずはない。気のせいだ。上等じゃねえか。オーナー2個も抜けりゃ、バッキーが完結するぜ。ちそ、エラクが煽られてる気がするぜ。
俺の方が早いんだ。そんな簡単に疲れるってことはコーナーワークで負けてるってことかよ。逃がさねえぞ、絶対追いつく。あの野郎、頭の中のネジが2、3個吹っ飛んでやがる。早いんだ。それが何かに疲れるってことはコーナーワークで負けてるってことかよ。くそ、逃がさねえぞ、絶対追いつく。楽しみがまた一つ増えたぜ。アキナの下りスペシャリスト、あいつを仕留めるのは俺だ。これだけギャラリーが出てる中で負けたのは見たかったね。明日になれば群馬中の走り屋仲間、
この噂は一斉に広まる。自分たちを売り出すために集めたギャラリーが裏目に出たか。まあいい、この落とし前は近いうちにつけて、俺の FC でな。レッドサンズの高橋圭介に勝ったアキナの86の噂は瞬く間に広まった。今まで気づかなかった匠の運転技術に感動する樹や池谷。池谷はテクニックの秘密を聞き出そうと匠に迫る。匠、頼みが。俺をナビシートに乗せてアキナの下りを攻めてみてくれないか。すんげえドキドキしてきたぜ。遊園地のジェットコースターを思い出すな。ちくしょう、いいな池谷、めちゃくちゃ羨ましいぜ。頼むぜ匠、全開でな。いよいよ最初のコーナーに突入か。ケフ、うわー、やめろ、やめてくれ。死にたくねー。おい、いよいよ最初のコーナーに突入か。あいよいよ最初のコーナーに突入か。おい、死にたくねー。うわー、やめろ、やめてくれ。タクミ、ブレーキ。ぶつかる。
なんでだ、なんでこんななってもコントロールできる、どうなってんだ車か、これはやめろ、やめてくれ、ぶつかる、死にたくねー、やめろ、やめてくれ、必ず伝えてくれ。次の土曜日の夜10時、ナイトキッズの中里が明菜さんの頂上で待ってるって。勝負は下り一本。調子に乗って妙義山の走り屋中里に匠とのバトルを勝手に約束してしまった樹。匠は相変わらずバトルに興味がない。このままでは明菜の恥さらしになってしまう。いつきは焦り始める。噂はすぐに広まり、池谷たちも騒ぎ始める。追い詰められたいつきは事の次第を池谷たちに白状し、ナイトキッズに謝りに行こうとするが、お前自分で気がついていねえだけかもしれねえけど、本心は車の運転が好きに決まってんだ。やめた方がいいぞ、相手が悪すぎる。悪いことは言わん、GTR だけはやめとけ。86と GTR じゃ格が違いすぎる。 GTR ってそんなにすごいんですか、店長。高橋圭介は店長に触発され、次第にやる気になっていく匠。俺は GTR なんて別に怖くないですよ。だが家に戻ると86がない。文太が出かけてしまったのだ。迎えに来た池谷と池谷の親友ケンジだったが、車がなくてはどうしようもない。時間だけが刻々と過ぎていく。交流戦開始時刻まであとわずか。だがその時、国道から曲がる時の向かい深さのリズム、あの音、親父が帰ってくる。早く出てこい、アキラの86。 FR でドリフト決める時代は終わったんだよ。この俺が引導を渡してやら。相変わらずギリギリまで出てこねえ野郎だぜ。もう手ぶりやがって。本当に来るか、やる気がないって本人は言ってたんだ。いや、来るよ兄貴。俺には確信があるんだ。あいつは必ず来る。じゃあな、そういうわけだから車使うぜ、親父。急いだ方がいいぞ、匠。
いよいよ峠だぞ。ついていけっかな、ケンジが。悪いけどな、池谷。相手は天禄のノンターボだぞ。下りならともかく、上りでノンターボにちぎられたことはないけどな。やばいかもしんねえな。いよいよ峠だぞ。ついていけっかな、ケンジが。悪いけどな、池谷。相手は天禄のノンターボだぞ。下りならともかく、上りでノンターボにちぎられたことはないけどな。うわっ！ちょっとスピード上げるか。急いだ方がいいな。ついていくぐらいは。こんなもんだぜ。やべえ、煽りかまされっぱなし。落ち着かないよ。やばいかもしれない。おすげえ。これでもスピードスターズじゃトップ3に入る実力なんだぜ。やべえ、煽りかまされっぱなし。やべえ、行かれた。おっしゃー。あんまりぴったり疲れると急かされてるみたいで落ち着かないよ。早い。しまった。ターボパワー展開。やばいかもしんねえな。
いよいよ峠だぞ。ついていけっかな、ケンジが。悪いけどな、池谷。相手は天禄のノンターボなの？下りならともかく、上りでノンターボにちぎられたことはないけどな。早いじゃねえか。急いだ方がいいな。ちょっとスピード上げるか。いよいよ峠だぞ。ついていけっかな、ケンジが。悪いけどな、池谷。相手は天禄のノンターボなの？下りならともかく、上りでノンターボにちぎられたことはないけどな。やべえ、煽りかまされっぱなし。やばいかもしんねえな。
かに疲れると急かされてるみたいで落ち着かないよ。しらけたな。こっちは2リッターターボなんだからさ。これじゃドライブだな。こっちは2リッターターボなんだからさ。Yeah.